栗浜観光協会の加藤会長の方から一言ご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。おかげさまで、当初我々が思っていたより、皆さんたくさんの方が来ていただきまして、盛大のうちに終わりまして、もうちょっと看板になるのは遅れるのかなと思いましたけども、早々と看板になったようで本当にありがとうございました。観光協会といたしましても、2回3回と続けられればいいかなと思っておりますので、皆さんのご縁よろしくどうぞお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。審査員特別賞は栗浜中学校家庭部クッキーやクリーフラワークッキーでございます。あなたは第1回栗浜食の祭典において多くのお客様の評価を受け、当初の通り優秀な成績を収められました。よって栄誉をたたえ、今後ますますのご活躍と発展を期待し、これを賞賛します。平成25年栗浜食の祭典栗浜食の祭典有限会社バカフリーベーカリーの商品あの作品は小田とチップカリーそして2年後の休止が出ることでおめでとうございます。栗浜を地域を代表するグルメ、そして見事に大賞に輝きましたのはエントリーナンバー1番相模湾の栗浜魚付きでおめでとうございます。相模湾との栗浜地魚積み練習平成25年栗浜商店この食の祭典が本当盛大にできました。本当にご協力ありがとうございました。栗浜観光協会、栗浜商店街、またこういうイベントも続けていきたいと思いますので、ぜひ来年度はもっと多くの皆様がエントリーされるようお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。